はい、ということで、今回は教習からやりたいと思います。はい、ちゃんとねストーリーを進めないとね。はい、これでいいのか。 OK、 最強を見せてあげる。まあ五条悟を使って城郷を倒すって感じですかね。はいはい、まあ毎回自動再生するの忘れるんよな。じゃ僕は用事あるのでその調子で頑張ってね。はい、こんなんで強くなれんの。まあ映画見てたんだっけな。止めて。お、え、ここでですか。さて、キバすぎるサニャ。君、何者？まあ、そうなるよね。はい。2018年か。はい。ああ、普通会話成立しないんだ。なるほど。でバトル開始かな。戦うのはいいけど僕が勝つよ。貴様を消し済みにしてやる。カッコつけずに戦う。おっと、これはさ特別だから特急なわけ。これだけでもらえると調子狂っちゃうよ。用意は気づく。近づけねえな。おっと、今忙しいんだ。ついてこれる？やるね。わい。それで本気？当ててる？おっと。ついてくれる？今忙しいんだ。アイリグ。肉弾戦で行くよ。お手調べだ。今忙しいんだ。アイリグ。バレバレさ。お手調べ。バレバレさ。それで本気？当てに行く。どんなもん？ついてこれる？今どこにしてる？今忙しいセンスあるぞ。やらせ。その位置にやるね。これは早いぞ。これは早いぞ。まずっと。わった。マジか。少しはやるみたいだ。今忙しいんだ。ゆずきやらせをするセンスあるね。終わったよ。やるね。なんてね。焼き尽くして。まだ余裕だよ。行けるって。油断してね。僕に勝てる。よかった。ちょうどいい本でさ。これで。まだ本気じゃないよ。よかった。なぜわしの攻撃が当たらん。君がさっきから攻撃を当てるのは僕との間にある無限だよ。はい、
手に入れる女を欠かせるな。復活狙う。ちょっと腕で調べる。ついてくれる。ちっこうりゃ。けえ、時間かかった。無限はね、至る所にあるんだよ。僕の呪術はそれを現実に持ってくるだけ。はい。収束、発散。この虚空に触れたらどうなると思う？術式判定、赤。ほう。お、ちょうどいいか。どうした？いいけど。死ぬ？じゃあ。お前撃つまではなかった。何が、腹の中で無力に引きずり込むか。ほう。ごめんごめん。また。どこ？ねえ、ここどこ？はい、多分次もバトルなのかな。どのリングがいいかな。はい、まあじゃあこのまま行くかな。始めよう。はい、覚醒技を成功。はあ、領域展開。はい、出かけるよ、ユージ。課外授業、呪術戦の頂点、領域展開について教えてあげる。ほう。今この子にいろいろ教えてる最中でね。あ、まあ君は気にせず戦ってよ。授業？ここに来ての？自ら足手まといを連れてくる。愚かだ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。めっちゃおるよ。なめるなよ、コッパが。そのにやけ面ごと飲み込んでくれるわ。大丈夫、僕から離れないで。領域展開。あ、向こうもするんだ。大艦撤治戦。で、こっからバトルか。カッコつけさせてもらいます。はい、領域展開発動できますと。はい、あいつら残さんぞ。ゴージョーサトル。これが領域展開。術式を封鎖した証拠に威力を周囲に構築。領域を広げるのはめちゃくちゃ威力を消費するけど、それだけに利点もある。環境要因によるステータス上昇。ゲームのバフみたいなもんだね。あ、これもゲームなんですね。領域内で発動した付与された術式は絶対当たる。でも対処法もいくつかある。呪術で受けるか。これはあまりお勧めしないけど、領域外に逃げる。そして、領域に対する最も有効な手段、どっちも領域を展開する。同時に領域が展開されたとき、より洗練された呪文が動く。許さんぞ。この虚空に触れてごらん。もう一度。ほっ、わ、よそ見してたよ。消し止め。センスあるね。より洗練された術がその場を隠滅する。ああ、ついてくれる。長剣だ。貴様なんぞに。より洗練し、横にして。ついてくれる。
より洗練された術が燃え上がれ。ついてくれるな。やるね。いらない。この虚空に触れてごらん。まだ終わらんぞ。ああ。会いに来てられん。当てられない。距離取れると面倒なんよね、あいつ。時間かかった。何が起こった？わしの領域が押し負けたのか？ここは無加減の内側。近く伝達。生きるという行為に無限界の作業を強制する。おう。皮肉だよね。全てを与えられると何もできず緩やかに死ぬなんて。へえ、そうなんだ。でも君には聞きたいことがあるから。これくらいで勘弁してあげる。さて、誰に言われてここに来た？ああ、どうする？助ける？助けたいなら助ければいいさ。君たちにそんな情があるかは知らないけど。洗練に乗せちゃった。ミスミラ、まあ今のは逆再生を呪霊の存在でしたらちゃんとしたセリフになるんですよね。僕を殺すと何かいいことがあるのか。どちらにせよ、相手は誰だ？っていうか、呪いって会話できんだね。こいつは特別なんだろう？おう。お花だ。楽しそう。呪術だ。繊維が削がれる。先生、俺は大丈夫！そいつを追って！ごめん、嘘！ヘルプ！いや、3時間いろいろ起きすぎよ。逃げられた。気配を消すのがうまいな。火山頭よりもよっぽど不気味だ。このレベルの呪霊が徒党組んでるのか。楽しくなってきたね。さっき弱いって言ってましたけど。ユージ、っていうかみんなには
あれに勝てるくらい強くなってほしいんだよね。そう、あれにか。目標を設定したらあとはひたすら駆け上がるだけ。ちょっと予定を早めて、これから一月映画見て僕と戦ってを繰り返す。はい。一月後俺生きてるかな。まあ世間的には死んだことになってるからな、そもそも。はい。はい、じゃあまあここまでやって終わりにしようかな。はい、呪いらしく。ここはバトルないよね。はい。ただエピソードだけで終わりかな。はい。随分と穏やかだね。ジョーゴはどうした？ゲト。お、ゲト、スグルや。瀕死。花見が助けに入ったから、多分大丈夫じゃないかな。はあ。無責任だな。君が焚きつけたんだろ。とんでもない。私は止めたんだよ。噂をすれば。ジョーゴ、アナミ、無事で何より。無事かな。どこをどう見ていっている。まあ確かにな。それで済んだだけマシだ。これで分かったと思うけど、五条悟は叱るべき時、叱るべき場所、こちらのアドバンテージを確立した上で封印に臨む。決行は10月31日渋谷。詳細は追って連絡するよ。ハロウィン？いいね、マヒト。マヒト君。異論ないよ。狡猾に行こう。呪いらしく、人間らしく。ほう。で、終わりかな。はい。火の人間でマヒトってことか。はい。どの任務がいいかな。まあ、じゃあ今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よしはチャンネル、おお、変わってる変わってる。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よしはチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイ。チャプターが選べるみたいだ。